じゃあ中に入っていろんな動物さんに会いに行くよ。さあじゃあ中に入ろう。1、2の3。あれ？あれで？あれ？なんか様子が変だよ。なんか変だね。ちょっと聞いてみよう。どうしちゃったんですか？うん。直してくれたら一緒に遊べるんだって。そうなんだ。面白い。ねえ、前野先生やってみようよ。うんうん、いいよ、こんなの簡単簡単。簡単だよね。うん。動物さん、じゃあ出てきてください。シャ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 。え、サイ。え、よし、じゃあ前野先生頑張って。できるかな。どこかな、どこかな。ここしいね。うん、あさぎさんもここ。前の先生難しいの？うん、難しくてちょっとできなかった。ここ、そうだ、ここにお友達がいるからお手伝いしてもらえるかな。 このあさぎさん、合ってるところにパッてやってくれるかな。わー、上手。ねえ、これ何？あさぎ。そう、うさぎ。やったー、正解。今度は誰かな。ゴリラ。じゃじゃーん、パパ。かわいいの、耳がちっちゃくて、鼻が丸いけど、わかんない。これじゃあ、じゃあ先生頑張れ頑張れ頑張れ。耳がここでしょ、だからここだ。よーし、どう？違う、違うって。難しいね。ちょっとお手伝いしてもらおうかな。お、わあ、上手。これなんだ？誰が出てくるかな。ゴリラだ。ゴリラだ。これは簡単、もう絶対簡単。強い、大きい動物でしょ。そうだよ、強くて大きいよ。強くて大きい。強くて大きい。強い。そうそう、強くて大きい。どう？違う。違う？あれれ？お手伝いしてくれるかな。どうだろう、これは。わー、上手。すごい、ガッチャンコ。すごい。これなんだ？ライオン。そう、これはライオン。正解。これで前野先生、うん、最後の動物さんは前野先生できるね。じゃあ、じゃあさ、合ってるかどうか前野先生に教えてあげて。ここだよって教えてあげて、ね、じゃあみんなに頑張ってもらったから、ここ、ここはできそう。ありがとう。ここ、うん、よし、やったー。じゃあさ、動物さんの名前教えてくれる？これゾウちゃん。ゾウさん、ゾウでした。よっしゃ、いかがですね。楽しい動物。うん、とっても楽しかった。こんなね、なんか楽しんだら今度お腹空いてきちゃったな。グー、あ、いっこ先生もなんかお腹空いてきちゃった。あ、そういえばここの動物園にね、お店屋さんがあるんだって、うん、いい。いこ先生と前野先生、お買い物行ってきてもいい？いいよ。よーし、じゃあお店に出発進行。お店屋さんに着いたぞ。うんうん、何食べようかな。どんな食べるかな。ねえ、いっぱい食べようね。うん、じゃあお店に入るよ。1、2の3。あれ、なんかいっぱいあるけど、なんかおかしいね。これじゃお買い物できないな。ねえ、どうしたんですか？え？え？大変。さっきお店屋さんね、お店の中で転んじゃってみんなバラバラになっちゃったんだって。みんながさ、来る前にお店きれいにしないとみんな困っちゃうよね。じゃあ手伝いしよう。じゃあ前野先生が片付けるね。頑張って、前野先生。お先生もね、できるかな。よいしょよいしょ。そうだ。え？違う。なんかこれさ、お買い物まだできないよ。難しいな。難しい。みんなにお手伝いしてもらえないかな。ねえ、みんなもお手伝いしてお店を直してもらえるかな。うん。
よし、これと同じのさ、この中からちょっと探してきて。これと同じやつある？あるかな。どれどれ？じゃあ取っていいよ、これピッて取って。どれかな。じゃあね、これ取っちゃっていいよ、ピッて取っちゃって。さあ、じゃあみんなの前でガッチャンコするよ。せーの、ガッチャンコ。これなんだ？ハンバーグ。正解、ハンバーガー。よくわかったね。お店屋さんのお手伝いでこっちに上手に貼ってくれる？ペッタンコできるかな。あ、上手、うん、よし、こっちも。じゃあおじちゃん大丈夫、大丈夫だよ。ペッタンコできた。ペッタンコ。あ、ハンバーガーだね。まあね、じゃあ次はカー君。カー君はどれがいいかな。できて。カー君、誰直してくれる？これ？お、お、じゃあカー君こっちにちょっと見せて。みんなの前でいくよ。せーの、ペッタンコ。これなんだ？リンゴジュース。正解、リンゴジュースでした。じゃあカー君こっちの方に食べてくれる？ありがとう。カー君ありがとう。リンゴジュースでした。じゃあね、次はリノハちゃん。リノハちゃんお願いします。お、なんだろう。リちゃん、じゃあみんなの前でやってみるよ。じゃあこっち向いて。せーの、合ってるかな。ガチャンコ。これなんだ。バナナ。バナナだ。リノちゃんバナナだ。よかったね。リノちゃんここに買ってください。上手、ありがとう。わーい、バナナ。あとじゃん、一つ。これ何に見える？ねえ、前野先生、これは前野先生きっとできるよ。うん、みんなに手伝ってもらったからこれはできそう。あ、じゃあみんなの前でガチャンコするよ。よ、せーの、ガチャンコ。これなんだ？おいしい。うん、おいしい。じゃあ前野先生、よし、最後完成するよ。とっても綺麗に並べたね。できたと。絵合わせ選んだ理由を教えてください。はい、ちょうど2年ぐらい前にコロナっていう病気が初めて発見というか、蔓延するようになってしまった時に、緊急事態宣言が出て、どこもかしこも休園とか入場ができないとか、要はお楽しみの部分がなくなってしまって、保育園の中でも限られた遊びになってしまったんですが、やっぱりお誕生日会の場で普段遊びに行く動物園とか、そういうテーマパークのような気分を味わえたらいいなと思って、お誕生日会にこの絵合わせの催し物をやったのがきっかけです。ではお家で楽しむポイント教えてください。はい、絵合わせというと、いろいろなところに楽しむツールがありまして、私が見たのは乳幼児用の飲料メーカーが出している小さい飲み物があるんですけれども、その側面にちょうど絵合わせのような楽しめるものがついているのを見まして、飲んだ後にお子さんとこうお顔とお口取って顔を作ったりするようなお楽しみがあったりするのを見ました。ぜひそういう飲んだものとか使ったものとか、そういうもので楽しむのもいいかなと思います。親御さんに対してのメッセージをお願いします。はい、やはりお家にいると毎日こうどうしたらいいかなとか、不安と葛藤といろいろなことがあると思うんですけれども、できる範囲でできること、お子さんと一緒に何か作ってみたりとか、できる限りのことでも心が動くようなこう体験とか、一緒に過ごす中での楽しみを、お母さん自身が楽しめるようなことを見つけていただけたらなと思います。先生にとって、はい、長年関わってこられた保育ってどういうものですか？はい、答えが一通りではないということで、毎年毎年いろんなお子さんと関わったりすることで感じているのは、保育の道というのは終わりなき旅だなと思っています。子どもから学ぶことも多くて、共に育ち合ってこう
子どもも私たちも成長していくということに関してはゴールはないというか、日々探究研究反省の日々だったりしてやっていくものなので、他の職業にはないようなやりがいとかまた感動が味わえるんじゃないかなと思ってやっています。みんな一緒に楽しんでね。バイバーイ。